この部屋にはまだ少し不術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。信じられない。僕たち何人かで何十もの魔物を倒すなんて。先輩の言ったことが嘘じゃなかった。カムナ様が僕たちにくれた式神は僕たち凡人では手に入れられない力を与えてくれる。延々カムナ金両両画の強者。いつの日かみんなを守る重責を担えるようになってみせる。
隙を見せるのはほんの一瞬だ。兵器士、ちょっとビリビリさせないと。みんなは俺が守れ。やるじゃないか。この部屋にはまだ少し巫術の力が残っている。過去の声を記憶しているようだ。僕が再現してみよう。なるほど。彼の陰陽術はリーウェの戦法と天狗の神通を融合したものだ。だが一つ理解できない。巫術を熟知しているのならなぜ自ら茶を払わないんだ。そう言ってやるな。この秘境を作る負担だけでも常人には耐えきれない。ましてやこの秘境を維持するなど何十年もの寿命を消耗していることだ。カムはもうすでに多くのものを失っている。カムナ春之助は彼の守護の道のために自ら苦痛を選んだ。すごい奴だよ。我慢しろよ。もうよ。
さないわよ。ちょっと腕が黙ってもみんながそばにいてくれれば絆巨漢怒涛くらえ料理の時間だよ。せっ全力攻撃だ。いくぞ。今の参加者は皆悪意を持っている。君から金を巻き上げることしか考えていない。それは仕方のないか。小生は一回の冒険に過ぎない。権力もなければ勢力もない。金に頼ることでのみ武道に秀でた者たちを小生のために戦わせられる。元から小生は彼らに無理させている。罪があるのは小生の方だ。これらの全てが良い結末を迎えてくれるといいんだが。冒険だ冒険。よし出発だ。相手を間違えた。
やみつきにな。みんなは俺が守れ。隙を見せるのはほんの一瞬だ。